関西学院フォースダウントゥゴール残り5ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、タッチダウンを決めないと攻守交代です。パス成功、タッチダウン。ワイドレシーバー2番、エンドゾーン手前のパスをジャンピングキャッチ、そしてエンドゾーンに入りタッチダウン。関西学院6点獲得。